1954年の高橋ユニオンズの動向をまとめる。この年の高橋ユニオンズは、チーム創設1年目のシーズンであり、浜崎新次監督の1年目のシーズンである。パリーグは1949年オフの誕生以来、7球団制を通してきたが、当時の永田正一パリーグ総裁は、球界発展のため、偶数球団にして、 プロ野球を活性化すべきと新球団の新規参入を促進。当初はビール業界第2位の朝日ビールが文化事業に熱心だったこともあり、朝日がプロ野球界に参入するのではないかという噂が流れた。しかし、朝日ビールの山本ため三郎社長が長田さんが球団を作ってくれと言われても、私には自信がないとコメントしたこともあり。 新規球団は誕生しないと言われたが、最終的には、長田の友人である、高橋隆太郎がオーナーを務める高橋ユニオンズが誕生し、前年まで半球の監督だった、浜崎真嗣が初代の監督に就任。長田総裁がオーナーの大栄をはじめ、パリーグ各球団は余剰選手を高橋に提供した。チームは開幕こそ最下位に沈み7月まで投影。 英と再開争いが続いたが最後は8、9団中6位と浜崎監督の1年目は、まずまずのスタートを切った。投手陣は、チーム防御率3.43でリーグ6位と検討し、リーグ3位の49関東と、まずまずだったが、打撃陣は頻打にあえにチーム打率。229でリーグ7位、守備でもリーグ最多の209失策で、 投手人の足を引っ張る形となった。ありがとうございます。